やつを買ってきました。こんな感じです。皆さんこんにちは。今日は小麦さんにおやつを買ってきました。どう？なんと高級おやつです。これ高級おやつだって。そう、無添加です。ポンちゃんおやつだよ。ホワイトフォックスさんのこれは鶏ささみのフリーズドライです。 45g で1078円少しお高めです。食べたいね。食べたい。鶏ささみ大好きだからね。小麦が大好きなので、はい、おさらいして待って開けてください。はい、じゃあ開けてみます。ジップロックになってます。あ、待って待てよ。こんな感じです。こんな感じで。意味ある？できてる？できてる？合ってない。合ってない？あった。今あった。合ってるか合ってないかわからない。遠近法です。いや。すごいなんか粉っぽくて無臭。うん。無臭です。でも小麦さんは一口サイズにしないと食べない子なんで、うん、ね、贅沢な子なんでね。ちょっと一回割ってみます。ちょっとポロポロになるよ。はい、細かくしました。こんな感じです。美味しそう。はい、じゃあ、かみちゃん、食べる？はい、お座りして、お座りして。待て。はい、せーの、いただきます。はい、はい、うまい。軽め、軽めな感じです。あのちゃんとお肉の味が、うん、ささみ、うん、ささみすぎる、うん、食べたいね。早くね、食べたいでしょ。待て、食べて、食べてじゃない、待て。よし、美味しいね。長いのも食べてみる。うん、なんか歯に詰まりそう、うん、詰まった。これで味を締めちゃって普通のおやつ食べなくなっちゃうと。どうすんのあんた。美味しいね。待てよ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 。どこ待て
なんかついてるんですけど。待てよ。待て。ここにあるの待てよ。タッチ。タッチ。タッチを。タッチ。タッチ。よかったね。買ってよかったです。これなんかあれでしょ普通のご飯と混ぜて食べさせてもいいみたいです。うん、トッピングとして幅広く使う。いただきます。書いてある。3キロまでのワンちゃんは1/3。じゃあ1本ってこと？3キロから7キロまでのワンちゃんは2/3。なんで2本まで上げていいとのことです。うーん、 でも1日あたりの目安だからご飯も多分普通に上げてるのにプラスじゃないと、うん、まあ、込みでじゃない、体重に合わせて、まあ、適度に小麦は1本か半分、うん、1本の半分ぐらいでちょうどいいんじゃないかなって思います、うん、まあ、今日あ夜ご飯は少なくしたから、お湯で戻すと、うん、精肉のボイルをしたような香りと、うん、食感が楽しめペットの食欲が増進しますと書いてあるので、これお湯で戻してみるのもいいのかもしれないですね。ちょっとお湯で戻してみる、これだけ。うん、行ってくるね、ちょっと、うん、お湯にちょっと入れてきました。なんか匂いがする。うんうん、なんかささみの匂いが強くなった。はいはいはい、食べよう食べようか。じゃああげちゃおうか。うん、どうぞ。はい、どうぞ。どうですか？すごい。危ない夢中になりすぎ。もうないんじゃない？あ、はい、おしまいおしまい。はい、綺麗に食べました。外食です。はい、食べました。イエーイ、美味しかったね。それでは手合わせて。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、バイバーイ。ごちそうさまでした。小麦さん、クランクアップです。お疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあ気をつけて帰ってください。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。大丈夫ですよ。はい、あちら出口はあちらになります。出口はあちらです。あちらどうぞお帰りください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。